Hey, hello again。突然切れたからびっくりした。もうそんな経ったの時間と思って。そうだね、40分制限だね。そんで何？ロシア行った時になんて？で、ロシア、当時のソ連に行った時に、一応ね、現地の人から、男の人から言われたんだけど、女の子どうだいって言われたことがあって、それが単純に孤独の誘いなのか、ハニートラップなのか分かんなかったけど、とりあえず断る。これは断るより怖いもん。めっちゃ危険だから。ソ連だからね。ロシアじゃないから。ソ連だから、共産主義国なんで、これは可能性があるなと思ったの。もう絶対ダメかな。なのはあります。まあ、とにかく共産主義国っていうのは、手段は何でもいいっていうふうな考え方。インターネットが不安で。下手したら殺されるかもしれない。そうですね、下手したら交代かもしれない。あの時は一応、宗教団体として言ってやるので、キリスト教団体。最悪の場合は殺されますので、本当に気をつけます。やば。っていうふうなのがありましたね。マジで怖いとこ平気で行くよ。そうだね。今にして思えば怖いところ平気で行ってましたね、いろいろね。多分若いからですよ。いや、私若かったとしても無理だ。怖い。だから、共産党ソ連に行ったし、で、中国行ったし、フィリピン行ったし、で、安全なとこといえば、アメリカとタイだ。それ以外は結構危険なところ平気で行ってますね。怖いもの知らずなのかもしれない。普通に無知なだけかも。行った後で分かった。何を無理だ。行った後で、ああ、こうなんだ。っていうことかな。そう。で、マサイさんもね、どっか行けたらいいね。私は本当にまたハワイ行きたい。それ観光系行きたい。ああ、ハワイね、いいね。ハワイね、本当によかったの、こんもう。なことなんだ。本新幹線の。当によかった。新婚旅行ですね、あれは。ハワイね。そうか、ハワイは、私がそもそも海外に行ったことがなかったから、初めての海外がハワイで、ずっとハワイは行きたくて。そうなんで、旦那さんは、毎回、半年に1回ぐらい、ハワイに連れてもらってたらしくて、おお。いや、連れてってやるよって言ってくれて、で、初めてだから余計に良かったと思あ、そうだと思うってるのよ。かもしれないけど、他を知らないから、そうだと思います。本当に良くて、なので、ハワイに感動できるんだったら、他にも感動できるところはいっぱいあると思私思ったの。なんか他にもこれ知らないだけでいっぱいあるんだろうなって言って思ってなんだろう世界が広がったの。ハワイだそう、けで、三重県からね、そうだね。そう、大学で県外に出てまた視野が広がって、んでね、どんどんこう、やっぱ出がしくと違うね、やっぱ。そうだね。ちょっとまとまっ行て動自する分の時間があれば、本当にお互いにあれば、と。自分が連れてってあげたいぐらい。韓国も、ある意味ちょっと面白いかな。中国とかはね、私ね、西洋人が好きだから、西洋人見れるとこの国行きたい。もう、だったら、手っ取り早いのはアメリカ西海岸かな。アメリカも行ってみたい。西海岸だと日本人が多いので、割と、アジア文化に馴染んでるんですね。で、アングロサクソンに会いたいんであれば、メーン州、ニューヨークとかボストンとか、あっちの東海岸の北の方に行けば、そうですね。
あとは、お国柄が面白くて好きっていうことで言えば、ヨーロッパのそれぞれの国は国柄はみんなバラバラなので、こういう国に行ってみたいってあればそれ行ける。あとね、ニュージーランド、オーストラリアとかそっちの方も行ってみたい。そのプレああ、ゼントくれたうん。人がニュージーランドだから行ってみたい。オーストラリアとニュージーランドで言えば、日本からすれば同じように見えるかもしれないけど、実はお国柄が違っているので、日本人はどっちかとニュージーランドの方が合ってると思います。感覚が近い。うん。なるほど。はい、なるほどね。ニュそージーランドはね、こが近非常いやん。にだいいでからす。ハワイの感覚が近いからよかったのかな。ハワイは、そうですね、ハワイも近いですからね、距離がね。そういう意味で言うと、沖縄は返還されずにアメリカのままだったら、沖縄行くだけで海外旅行できたんですね。そうだからね、沖縄もおかしくなる、もうなってるかもしれないけど、なる前に行きたい、行ってみたい。そうだね。そうなると、なるべく早めに沖縄旅行した方がいいのハワイに、ハワですね。イ返の上沖になって縄。くれるのは禁止されると思う。そう、う旦ん。那さんが沖縄好きじゃないんだよね。ああ、そうなんだ。なんかね、沖縄が嫌いっていうよりか、沖縄のご飯が苦手なんだって。もう。ねえ、北海道は寒いから嫌だけど、北海道の方がご飯が美味しいから、まだ北海道の方がマシだっていう。うん。それはあるかな。沖縄は気候帯が違うので、そもそも食べてるものが違います。そう、重私ね全ちゃう。然ね、どっちも好きなの、サーターアンダギーだろうがね、なんか、こう海ぶどうだろうが何でも好きなんだけど、食べ物は大きいと思うよ。長期間いるためには食べ物が大事。短期間ならどこでもいいけど。うん。ちなみに僕が一番最初にフィリピン行った時は、3日間連続マクドナルド。フィリピンのマックってでも一緒だよね、どこもどっちみいや、だち。から地元の料理がまずすぎて、もうマックしか食べられなかった。どういう意味？こういう意味。どういうこと？そう。もう大阪との差はもうめちゃくちゃです。大阪美味しいもん。食い溜まれって言われもうるぐ日らいの。本の中でも上の方だから。うん。ああ、そりゃそこで慣れちゃったらね。もういや、食えねえと思って。で、許せるのは、マックだったら、所詮マックだからこんなもんだろうってあるじああ。ゃん。うん。で、3日間連続マックで。で、な帰っるてほくどる。ね。いや、3日マック食べてもね、健康被害なかったよ。うん。なんかだるいかなとかあるかもしれんけど。うん。3日ぐらいだったら平気だよ。うん。長期間はね、良くないと思います、あれは。ねえ。うん。うん。長期間はね、体悪くするよ。マックを1ヶ月食べ続けたらどうなるかっていう、なんか昔ね、なんか見たの。スーパーサイズミー体壊してたよ。ル。スーパーサイズミール。この映画です。見これ、もう見ましたよ。これは、たんだ。俺そう、は、海外のやつじゃない？そうそう、ね。映画のやつ。めっちゃすごかった。これはまずい。4週間だもん。そやっぱね、一週間が限界だと思います。う。一本当週に間そう過ぎ思う。ると、絶対体調悪くなる。もう1週間くらいを超えてくるとね、なんかいろいろ不調が出てきたって言ってたのね。うん。うん。一週間経って、そこから食事改善をすれば、多分なんとか戻れるんだろうな。あ、そう。サイズって言えば、あれだよ。ダイエットの話、また戻りますけど。うちの会社の
他の先生たち、だんだんみんな細くなってんの。なんか、密かにブームっぽい。ターゲットが、それともファッシーを起点に？いや、僕ナンバーワンじゃない。マジで？うん。そんなにやべたのに、ナンバーワンじゃないの？うん、ナンバーじゃない。マジで？そう。66キロがいた。すごいよ。びっくりした。66キロ。身長は変わんないんだよ。66。負けたの。でも、もうね、負けてらんねえなと思って、もうなんか、ある意味、ちょっと燃えてきた。みんな、そうやって、仲間がいたら余計痩せれるよね。そうだね。ライバルがいると、すごく痩せられる。確かに。で、もう一人ね、僕よりも痩せてる人がいるんだけど、体重がね。でその方、僕よりも低いんだよ。背が低いので、まあ、トントンかなと思ってます。いや、だけど、こんな人もいたのかって思って。割とね、二極化かな。自分のいる竹山校とその周辺の校舎の男性は、みんな痩せ傾向。で、あまり言いたくないけど、自分の前の女性たちは、ちょっと太め傾向です。不思議だね。で、千葉県の、南半分がそんな感じなんだけど、北半分は、みんな太り傾向です。まあ、太った女が痩せてます。北半分。だから、と思って、面白いねって思ってる。だからなんか、いい意味でライバルかなって。僕だけ、そうだと思ってたけど。いや、ダイエットしてるとは聞いてないけど、してそうなんだよね。なるほどね。私はもうハッシーの影響で、なんか、ダイエットなんかまた力入ってるもんな。ああ、そう。ダイエット力入ってる。で、細くなったら、こうしたいとか、愛したいとか考えたらいい。考える。そう。僕だったらもう、新しい細いズボンとか服とか、ですけど、もう、以前のがね、本当に、なんていうかな、本当漫画みたいな、ことになってるからね。だから、これからもっともっと痩せて、すごく変わればいいな。え、歌詞、あれからどうなのや、体重は現状のまま？全然変わらん。私も変わんない、今。だって、今はお金を、1日の摂取カロリー750だよ。だから、おかしいんだよ。1500がノーマルだから、1500取るときと750だと減っていくはずなんだけどね。まあ、減らないんだよね。体はどう？温度的には体温は寒いとかある？ない、それはないね。ただ、血糖値が下がるんで、低血糖になりかける。それ普通に栄養的じゃないの？なので、あまり少ないといけないので、少なすぎたときはなんかもういざとなったらコンビニに走ってパン食べる。いや、パン、そういう栄養じゃなくてさ、そういうなんかビタミンとかミネラルとかのそういうバランスが偏ってるから落ちないんじゃないの？ああ、そうなのかな。私と食べ物の種類を変えたのは、なんかバランスよく、ミネラルとかビタミンとか乳製品とかタンパク質とかいろいろ考えたら、なんか沼っていうレシピがあって、減量するための、そのなんか、ボクサーとかが減量しないといけないじゃん。その時に食べるレシピで、それをちょっとアレンジして作って食べてるけど、お腹いっぱいになるのに、体重増えなかったり、むしろ減ったりする。そうなの。決してめっちゃ美味しいってわけじゃないけど、食べ続けてたら、なんか、それなりになんか、自分の体がデトックスされた感じ。それか、それやって、沼っていうの？これ？まあ。それね、あれ、ムネさんから教えてもらったの。ああ、そうなんだ。そう。
これいいよ、めっちゃ美味しいよって言って、でもね、で、作り方の動画を見たらね、なかなか勇気が出る動画じゃなくて、で、やっと作って食べてみて、うわ、鶏のちょっとのって、いろいろちょっと変えて食べてったりしたら、あれ、いけるぞみたいな。元のレシピのに近づいてきたの、なんか、味覚がデトックスされたんかして。なるほど。ちょっと参考にするのかな。とでね。ね、トイレも、そう、快便にもね、さらに、便秘だけじゃないけど、回数が増えたトイレの。おお。それはいいことだね。なんかね、いいことだらけだよ。便秘になりがちだな。なるわ。なるほどな。簡単だしね。うん。よっしゃ、じゃあ、それやってみるか。せっかくここまで痩せたのに、もっと痩せたいな、と思って。私ね、食べる量ばっか減らしてた時は全然落ちなくて、むしろ太ってて、はあって思ってたけど、バランスの問題だって姉ちゃんに言われて、バランスがちゃんと整ってたら、どんだけお腹いっぱい食べても太らないんだよって言われて、試してみようと思って、やったら、その日は2キロ落ちて、おお、すごい。で、そっから、なんか、そういう、ちょっと戻ったり維持したりって感じの、こんな感じ、今。なるほど。じゃあ、それも試してみるか。いいと思う、この沼。沼。検索してみよいっう。ちょっぱと、いいろんな出てくる。沼ね。ボクサーの有名な人がなんか取り上げて、そこからなんか人気が出て、いろんな沼レシピの味変をできて、あ、これも入れてもいい、美味しそうだな、みたいなんで、いろいろできる。沼レシピって出てきたよ。おかゆ？おかゆみたいな感じ。ご飯は1合だけなんだけど、お水を1リットルから2リットル入れるの。私は1リットルで作ってるけど、その人は2リットルで作ってて、炊飯器で炊いて、6時間放置したらもういい。作っといたらもう2、3日持つかな。なるほど。こういうやつか。確かに一瞬びっくりするわな。それと、私合わせて、飲めば飲むほど燃焼になるっていう、そう、野菜スープ、野菜盛りだくさんのスープも、ミネストローネ風にして作って大量に。なるほどで、な。それをまあ、3日間ぐらいで飲んで、それ美味しい。なるほどな。ちょっと、改善してみるか。そう、生姜とニンニク絶対入れないとダメだよ。まあ、そろそろ時間ないね。52分だ。早い。行明日はどうなん？できるの？するの？しないの？かないか。早いな。明日大丈夫です。こんな時 OK。間やって、じゃあ。まはい。た50分ぐらいから。OK。じはゃあ。い、ありがとうございました。また明日。Nice to see you. Thank you.